はようございます、釣り子 TV です。これデプスの坂又シャットなんですが、ここシールね貼ってある、これヘビーウェイトモデルがね釣り具屋さんに並んでいたんで買ってきてみましたよ。と言ってもね、これね8インチ、大きなサイズのね坂又シャットなんですよね。これは俺使わないかなとかね、どうだって思ったんですけども、せっかくね、新しく出たね、モデルっていうことで、まあね、いつかね、その琵琶湖とかも行くかもしれないので、ちょっとね、坂又シャットの小さいサイズはね、大好きで使っているんで、でも8インチの通常サイズって自分使ったことなかったんですよね。そもそもこの8インチの、そうですね、坂又持っていなかったので、まあ試しにね、1個ね、まあ何か行ける時があるかもしれないと思ってね、とりあえず1袋買ってきました。で、まあどんな感じなのかね、こうね、早速開封して見ていきたいと思うんですが、まあ何にしてもまずは、ヘビーウェイトと歌っているだけあってですね、このね袋の時点でかなり重い。これねボックスに入れたらね、これだけでね、まあねだいぶ重さを増してくれるんじゃないかなっていうことで、ちょっとね雨の日とかね、すごいデカバスが反応するタイミングでいい感じのね、雨がダカダカダカって降ってる時とかね、ちょっと大きいバスこれ選んで狙って釣られるんじゃないのなんていうタイミングでもしかしたら投入できるかもなと思ってね買ってみました。じゃあね、まあ、早速どんな感じか開けていきたいと思います、ね、このデプスのパッケージでビビビビビ、はい、さあさあさあ、でかいなこれ。お、4本入り。なんですかこの、すごいね。あーあー、この袋で持つとね、すごいどうしようってぐらいでかーく感じてたんですが、結構ね手に持ってみるとどうでしょう。自分の行く関東の釣り場でも行けるんじゃないかなって。坂又シャット自体ねめちゃくちゃこの釣れそうなねデザインですからね、釣れそうなというか実際釣れるルアーだと思うんですけども、こう特徴的なねこのフィンねがついていて、でこのかなりディープなスリットですね、うん、キング性能を高めるためのこのね、スリットだから、ここの幅ってのは本当なんだろう、印象よりも本当短いから、ワイドギャップの針とかだったらかなり針先をね露出させることが容易にできるはずなんですよね。まあ何しろ釣ったことないんで想像で話してますが、で、あ、かっけえなこれ、ここにねデプス刻印が見えますか、デプスってね入っていて、でこのフィンね、で潮の入り方とかもこのねお腹の方もねちょっとボコッザラザラってするぐらいこうみっちり入ってるんですけども、この潮の入れる塩梅とかも調整して、まあヘビーウェイトでねバランスよくっていうことで作られているはずなので、あ、まあちょっとヘビーウェイト重さ何グラムかねちょっと先に買っておきたいと思います。はい、坂又シャットのねヘビーウェイトモデル、これが何グラムでしょうか。8インチのモデルですね、はい、きたー、これちょっとワーム1個でなんと驚きの44グラム。これはねヘビーウェイトって書くわけですね。なんだろう、もうどうだろう、1オンスはとうに超えて、なんというかねえ、まあ、下手したらジョインテッドクローとかそこら辺に迫るぐらいのねえ、ただこの重さのものがグイングインとこう水を押すことによってね、あ、なんか結構一発でカロリー摂取できちゃうなって、大きなね餌が泳ぎ回ってるよっていうのを表すためにはこの
ボディで、まあね、塩をめちゃくちゃ入れることによってこの、ね、50g ないけど、まあ、45g 近くの重さが実現できていて、これによって、まあ、飛距離っていうよりもどうなんですかね、これでやっぱその狙うレンジであるとか、そういったところをね、まあ、飛ぶは飛ぶと思うんですけども、広範囲に探りつつも、でもね、この重さによるバシッバシッって水を叩くね感触によって魚を、ね、寄せて食わせるっていうことなのかな、どうなのかな、ね、実際これちょっともう釣り場でねチャンスがあったら積極投入して、まあ、タイミングとしてはね8インチといっても細長いんで、あのブルフラッなんかでも 4.8 とかね、もうめちゃくちゃいつでも釣れますけども、 5.8 って結構雨の日とか扱いどころがちょっと限定してくるような大きなサイズなんですよね。だからイメージとしてはブルフラットの 5.8 なんかが連続バイトするようなタイミングで、あとは活発に餌をそんな状況で持ってるブルフラット 5.8 プラス、あとたまにトップウォーターでもバイトが出る、そんなタイミングで水面直下を滑らしてみてね、この重い質量で俺はここにいるよってね、やって、まあ雨がほんとバチ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 ってね水面叩いてる、そんなタイミングでちょっと、関東のダムでも試してみたいな、なんていう風に思いますよ。なんかね三島湖とかで結構いけんじゃないかななんて思うんですね。色もねすごいいい感じだし、まあちょっとねよく分からずにまずね一袋買ってみたんですけども、釣り場でね実際にこんな針で使ってみたよって、これだったら効果的に大きなバス釣れたよとかね、そんなのをお伝えしていければななんていうふうに、思います。というわけで本日の釣り子 TV は初めてねこの8インチサイズのね坂又シャット、それのヘビーウェイトモデル、これがね新発売していたので買ってみて開封してみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。